いいですか。じゃあバイタルサインさんです、お願いします。バイタルサインよろしくお願いします。ブラジャーの本部を外す時だけ心の中まで分かった気がした。限界なんて見えなくていい、いつの間にか時間が止まればいい。翌朝君が先に寝ていって僕にと鍵残して。ただ日が落ちた下北は地下のライブハウス、もう忘れたクッキングセリー、誰の時も優しく結婚したいなって思ってたんだ。でも持っていただく
きだったんだ。どういうことか分かんなかった。誰かに見られても聞き加えなかった。僕の気持ちがまとまり手紙が置いてあった。どうしたらよかった。今こそ僕は分かってた。君がくれた嘘を背負ってた。行く前に必ず化粧をした君のことだ。誰ごっそり僕のことをきれいに落としてっているんだろう。そうかいようにイライラしてばっかりの僕の小ささで僕を離した。せっかく大だって思ってたんだ。あの時点で壊れてたんだ。どうしたらいいか分かんなかった。あんたに投げても気に入れなかった。なっちゃってって出てくる気がつかまなかった。ちゃったりするんだろうか。隣に何か花束のタキシードに決め込んだ。僕がいるんじゃないかって思ってしまってる。もうちょっとしようと思ってたんだ。でも持っていただけだったんだ。どうしてもかかってたんだ。愛着のもっと切れてたんだ。ハハハハ。
ニングできたんで、できたみたいなので、次の曲いきます。よろしくお願いします。募集中だそうです。
しかったっちゃ、まあ、悲しかったんですけど、ここからちょっと食っちゃったんですけど、いろいろなこうなるやん、もうごめんね。で、ね、じゃあ僕の話をしましょう。僕はあの5年ぐらい彼女いたんですけど、高弘はあのマッチングアプリってあるじゃないですか、あれロック始めたんですよ。ロック始めて2つ課金したんですけど、全然ダメっすね。全然ダメなんで、次マチコンがいいかなと思って来月行ってきます。頑張ります。頑張れ、よろしくお願いします。頑張れ。次の曲やります。
達が見に来てくれてるんですけど、一人結婚するらしいですね。おめでとう、おめでとう。インスタで知って、いつ言おうかなと思ってて、今日来るって聞いて、今日言おうって決めてました。おめでとう。ありがとうございます。まあね、つい、ね、2、3年前まで彼女できねえなって一緒に話した仲間が結婚ですよ。特に他2年後に結婚してるかもしれない。ありえるよ。ありえる。間違いない。間違いない。あと1万円課金しよう。え、超きついね。きつい。1つ4900円とか3900円ぐらいですよ。オッケー、オッケー、ガチガチ。最後の曲をやらせていただこうかなと思います。こんなやらせばっか。ありがとうございます。まあ、まあ、楽しめたかなと思って、はい、またぜひやるときはまた呼んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今年も夏が待ってる。帰り
とチューニングさせてください。違いは空の彼方、さよならだけの人生だ。ほんの少しの未来は見えたのに、さよならだ。誰かが住んでるな。君に言われたひどい言葉も無駄な気がした。毎日の
ました。